11月日本代表メンバーが発表されたな。そうね。今回は発表された日本代表について見ていくことにしましょう。みんなの反応までやるのでぜひ、最後まで見ていってね。というわけで早速メンバーを見ていこうぜ。このようになったな。ポジションごとに見ていきましょう。まずはキーパーから。ここは順当だな。キーパーで順当じゃなかったらむしろやばいだろって話だし。そうね。でも意外と注目ポイントだったりするのよ。普通はキーパーの変動ってそうそうないんだけど、今の日本代表のキーパー事情って結構複雑だから。カタールワールドカップまではゴンダだったけど、次はシュミットと見られていた。でもそこで予想外のことになってしまったんだよな。移籍に失敗しちゃったのよね。しかも困ったことに所属するシントトロイデンは後釜として今回も選ばれたザイオンを獲得してしまった。シントトロイデンとしてはシュミットが移籍する前提で動いていたし、シュミットも同様に。ザイオンはユナイテッドのオファーを蹴ってきたということは、それだけのポジションを約束されていたはず。実際に監督がザイオンが政治系と発言。シュミットは戦力外状態という。これ本当に予想外だったよな。日本代表もこれで当初考えていた計画がだいぶ狂ったんじゃないか？そう。だから未だに政治系が決まってない。近いのは大迫かな？って感じだけど完全に予想外よね。なんか本当にまた一から始まった感じ。だからシュミットが急に呼ばれなくなって驚いた人も多いと思うけど、そういう理由があるから少なくとも移籍先が見つかるまでは日本代表はないと思ってた方がいいわね。それに中村康介ってどうなったんだ？そこもポイントなのよ。実はトルコ戦での負傷から未だに復帰していないの。マジか。普段あまり意識しないポジションだけど何気に日本代表のキーパーやばいな。そう。気づいたらキーパーやばくね？って状況なの。そしてザイオンについては U22 日本代表との兼ね合いもあって、今回は U22 アルゼンチンと試合するから、そっちに回すかも注目されてたの。結果的にはフル代表になったわけか。もしかすると中村康介が復帰してたら U22 に回したりしてたのかな。その辺はわからないけど、確か森保監督はフル代表の経験を優先させるみたいなことを言っていたような。なるほどな。確かにキーパーには注目する必要がありそうだ。次はディフェンスライン、ここは何が気になった？板倉が手術して離脱していたから、やっぱり招集はなかったなと。その代わりというか町田が入ったかなと。言うて町田も最近招集されてたからな。左サイドバックとセンターバック両方こなすし。そうなのよ。だから代役って感じでもないけど、板倉がいなくてもなんとかなるでしょうね。谷口もいるし。でもさ、やっぱり板倉って偉大だよな。板倉がいなくなった途端にディフェンスラインの選手層がちょっと心配になるもん。確かにね。これ谷口がいたからいいようなものの、いなかったら結構心配になるわ。だよな。だからこそ町田には期待したい。そして中盤とフォワード。ここもやっぱり怪我の中村と旗手は外れたわね。そりゃそうだろうって感じだな。でも一方で結構驚いたのが相馬の復帰。突然だったな。最近呼ばれてなかったから今回はないと思ってた。これ驚いた人多いんじゃないかしら。全体見ても手堅いメンバーの中に最近呼ばれてなかった相馬っていう冒険。これってどういう意図があるのかな？その辺は質問されていて、両サイドできること、上下運動を評価したということだったわ。個人的な考察としては、旗手のユーティリティ性を補う意味もあるんじゃないかしら。鎌田がその役割を担うけど、それだとカバーしきれないポジションがある。でもプラス層まで考えるとほぼカバーできるかなと。旗手ってスタメンではないけど、その役割って重要というか変わりがいないんだよな。ユーティリティ性にも程がある。センターバックとキーパーくらいじゃないか？できないの。そう。だから旗手がいる意味ってすごく大きいし、唯一無二の存在なのよね。だから鎌田プラス層まで補おうとしたんじゃないか？っていう勝手な考察。こういうメンバーを見るときって全体で見る必要があるよな。例えばアクシデントが出たときどうするのかとかいろいろ。相馬も使い勝手がいい選手だからな。そうね。あとは手堅いメンバーになったなって感じ。全体としては特に言うこともないわね。森保監督はもともとそんなサプライズはないし、今回は内容よりも結果が求められる本番だからな。手堅いメンバーになるのは当然だし、手堅いメンバーだと反応に困るのも確かだ。まあそうなるよね。ってメンバーだと動画作るにしてもぶっちゃけ困るのよね。森保監督になってからは特に手堅いメンバーが続いてるし、動画のネタにできるメンバー選考って相当やばいってことだからな。手堅いメンバーで正解なんだよ。そういうことね。あとはミャンマー戦、シリア戦。これは両方ガラッと入れ替えると思うわ。森保監督もそのように話していたし、いい質問があったよな。CL とかやってこの後も試合があって、その辺はミャンマー戦で考慮するのか？ってやつ。森保監督はもちろんそうですって言ってた。
だからやっぱりミャンマー戦はこのメンバーの中での控え中心というか、疲労面はかなり考慮されたメンバーになると思う。逆にシリア戦は相手の実力を考えてもガチ面で行くでしょうね。中立地サウジとはいえ、一応アウェイにもなるし。1戦目ミャンマーでよかったな。これがいきなりシリア戦だったらメンバー選考難しかった。そうなのよね。終わり良ければ全て良しで忘れてるけど、アジア最終予選コンディション不良でやらかしてたからね。結局ベストメンバーというのはその時に一番いいメンバーにすることだから。そういえばそうだったな。海外組のコンディションが最悪でひどいなんてもんじゃなかった。あれを見たら本当にただ実力だけでメンバー選考しちゃいけないんだなと痛感したぜ。でも今の日本代表は毎試合メンバー変更してるし、きっちり対応してくれるはず。だな。11月の2戦は総力戦と考えよう。いや、いつも総力戦やってるな。全体の選手層が厚いからこそ、有効活用してもらおう。得失点差とかもあるけどとにかく結果。シリア戦なんかも勝てばベストだけど、それでやらかしたことも数知れず。アウェイ扱いということも考えて状況次第で選択していくことも必要でしょうね。最終予選のサウジ戦なんか本当に痛感したよな。あそこ引き分けで終わるのと負けで終わるのではその後の難易度が全く違う。そう。負けるとそこからの巻き返しがかなり厳しくなる。今の日本代表なら、ってなってる時こそ怖いのよ。サッカーは何が起こるかわからない。気を引き締めて頑張ってほしいな。ではみんなの反応行こう。24点突破決めてから、国内組とか森保監督が試したい選手を招集すればいいテストマッチではなくて、24戦は今晩。極論言ってしまえば内容云々より結果が全て。その中でもコンディションなど考える必要はあるでしょうけど、やっぱり親善試合と本番って違うからね。しかもこれからはアジアの戦い。アジアのレベルなどがよく言われるが、それだけじゃないのが怖いところ。そう。実力だけなら誰がどう考えても日本。でも不確定要素が多すぎるのがアジア。引いてくるだろうし、そこをどう崩すか。24戦はそんなに甘くない。相手はガチガチに引いてくるし、アウェイの環境は過酷だし。特にシリアは前回最終予選まで進んでおり自力のある相手。早々に突破を決めてもらって、メンツ落とすのはその後でいいと思う。ベストメンバー招集すべきかどうかは意見が分かれるところだと思うけど、とにかく結果なのは間違いない。どっちにしてもやらかしたら意味ないから。ベストメンバーでやらかしても、メンバー落としてやらかしてもどっちにしても意味ないからな。本当にとにかく結果。メンバー落として負けようもんなら、メディアはこぞってなぜフルメンバーにしなかったのか?と追求するだろう。そんなにフルメンバー呼んでほしくないのなら、負けても追求なんてしませんから、メンバー落としていきましょうとメディアから呼びかければよい。同じようなことを言ってるわね。フルメンバーで負けた場合も同じようなこと言われるでしょうね。コンディション悪かったからだ。だからメンバー落とせと。どっちみち叩かれるな。つまり結論、結果が全て。シンプルだな。そういうこと。結果出せば何も言われないし、結果出してもらわないと大変なことになる。頑張ってもらいましょう。さてみんなは今回のメンバーどう思っただろうか。高評価とチャンネル登録ついでに、コメ欄で意見を聞かせてくれ。それではまた次回。オーニーポー。